さあ、先行は鈴木選手ですが。このマッチは高リアが帰ってくるかどうかも結構大事ですかね、やはり。そうですね、そこに松本選手が普通は入っていない、ぬぐいさり。でしたっけ、シールアウェイ。めすみません、もうこれもう一生覚えられない <laughs>。ぬぐいさり。ぬぐいさりってからありますよ。サイクリングついたディッチャーだった気がするんですけど。<laughs> そうですね。<laughs> シールアウェイがた高リアに強いのでい。 普通の赤黒ベース青黒ベースだとちょっと高りや1回出ちゃうと、うん、なかなか止めづらいんですけどうん、うん、はは、い。さ、まず山。松本選手としては1ターン目こそ氷河の状態がら置くということはちょっとアンタップインがちょっと土地嫌な感じですね。しかしっかり、か 手札には孤立者礼拝堂もあるのできちんと確保できていそうな感じですかさあまずは改善も3点を入れてそのまま屈舌もたかりやとつないでいきます,いいす、ね、そして、の魔導士と、まあ、今引いた孫子の魔導士だぞとさあこの3ターン目ですがおきちんと不許可も構えられますねただもうすでに盤面何点やねんと、はい、そしてこの青黒タッチの弱点としては全体除去がないんですよね そうですね。まあ、そのリスト、そこまでバレてるかどうかは定かではないですが。うん、まあ、やっぱり、その盤面が広がりきった後に、ちょっともう返しづらい。うん、<laughs> どうですかね、この、こう言って、エスパーっぽいマラベースを見せられた時って。もう、かなり、残骸に到着は切りますかね、まあ。そうです。最近のトレンドとしては、入ってないのが一般的だろうと、うん <laughs> はい。おお、さらに <laughs>、この,怒の、ね、怒涛の連打が。ショック、稲妻の一撃で、まずは、五点本体に入った上で、さらに、果敢によって、パワーが差になっていますと。 9点残り3、はい。さあ4ターン目。手札に侮辱はありますが。侮辱を打ち込んでも開始の改善部で一応1。残ります。1。残りますね。1> 1残ますね何もないと1。残るはい。めちゃくちゃ打点はありますね。いや、そこもどうし爆破できないですからね。強いですね。本当にさあ侮辱をここで彼に打ちます。さもうこれは追加の戦力があったらしょうがないけど、なかった場合には1。残るよと。はい さあ、追加の戦力はどうでしょうか、なさそうですかね、この動きは <laughs> 今、策迫しかないですから、ね、これを果敢用に使うこともできないので、このターンはどうやっても1残ってしまう、<の>ただこれはほぼ詰んでる気がしますね、はい、これだとブラスカの侮辱もう1枚ぐらいしか、それか除去2連打、おあっ、せ攻撃が入った後に、なるほど、すごい、すごい。 海藻もせず攻撃が解決したあとに海藻にせっかく打ち込んでかかんと。おお素晴らしいいやちょっと気づかないですたぶんあの後半だったあいつ違迫だけじゃないですかね素晴らしいです、ね、はいまずは軽快にゲームワを選手いたしました鈴木選手相手というわけでサイドボールに移るんですがまずは松本選手としてはどうでしょうかこのバリスタとかどうですかね はい、あの田村さん、ジェスカイあったんですけど、んんあれ、バリスターって、僕、赤用も兼ねてるのかなと思ったら、あれはただ,にただ単にあの、黒の2021の収集車、はいはい、あいつ対策っていうのがメインだったらしくて、んん赤には入れてなかったんですよね、ほほまあ、ただ、赤タンベースの方には入れるかなと思いますけどね、バリスターでボーマットとかを綺麗に殺せると、<laughs> はい、テンポがいいので、ただ、ケンラが入っていないリストだと、タフ1 <laughs>、まあ、で殺せるカードがないということで、ちょっと、どうするかと。とと思思いい方は多分どのの道減ら,減らしたいと思うのではいはい、はい えー、バリスタやら追加の状況を入れてぐらいですかね、まあ、暗記記憶なんか確実に抜けてきますからねその辺りを抜いて 1>,、はい、まあ1枚ぐらいあってもいいかもしれないですけど、まあ、ちょっと重い角が赤単形のデッキに対しては多いのでうん、うん、シェイプアップしてっていう感じですかねちょっとフィニッシャーね <laughs> 少し削るかなと思います、ね、<laughs> 今のところかなり多く見えるのでその辺りをサイドアウトして、まあ、バリスタを入れるんじゃないかと逆に言うともバリスタ以外はあんまり入らなそうですかねキャストダウンぐらいですかね はい。まあ、あとあの、えー、アーティワークトやエンチャントを追放するカードをたかりもあったんで入れるかもしれません。はいはいはい。まあ、送信だったり植物の破棄なんかよいろいろ可があると。はい。さあ一方鈴木選手としてはこちらはだいたいここまでと。ビロクたまたま <laughs> あのずっとコントロールと当たってるなって、はい、まあだいいついつものまあチャンドラあたりだと。はい。 いやすいません全く気づきませんでした、素晴らしいどの泥ち積んでるかなという計算をしてましたがそのたん死んでたという、はいまあ、もう1ターンたらブラスカン部族と2アクションだったら多分返分れていと思うんで、はい、まあちゃんと勝てるときには勝てましょうと最近もよく聞きますけど、はい、いや僕、作薄第3乗るかと思いました、最初。何っ エコントロールプレイヤーも二度と見たくない人は大量にいるでしょうね。まあ、神チャンドラと神チャンドラス、ね。まあ、本当にバリバリ下の環境使われてますからね。まだまだいろんな環境で。落ちてもすごいぞと。いや、このカードギデオンいた頃はギデオンの方が騒がいてましたけど。ギデオン落ちてから、こいつはとんでもないなっていう。やっぱね、奥義もすごいですしね。奥義すごいですよね。<laughs> これだけもう明確に勝ってくれる奥義ってのもなかなかないので。これとテフェリーぐらいですかね、今で。 明確にほぼ勝ちだろうっていうオウギ。まあブラスカとかもオ義まで行きゃ大体勝ってるからって感じはしますライフイチですか。はい、やっぱ早いですしね。早いですよね。いや。そうですねプロトラン決勝すごかったですよね。そうですねなんかあのちゃんと計算すると前のターンにあの準優勝で終わってはい準優勝された方が実は勝ってたんじゃないかっていうのを試合が終わった後に、ねうん、結構話題になってましたが。はい、ただ決勝の舞台でちょっとの計算はまあそうですね本当疲れ切ってますしねもう。はい まあこの環境名人戦もそうですけど一日中マジックや,やり続けてずっと成長を出し続けるのはかなり難しいですからね、はい、その中見事に成長を出して勝利したということでさあマルツモと友キ選手ゲーム2はどうでしょうかあお互いにキープですね歩けるのをたんけるとサイド後にアウトしてません、ね、まあやはり相手がちょっと重くなってくるというのとスカラベでわちゃわちちゃゃできると <laughs> るわちゃわちゃしたいと。 さあこのボーマットの開始に出しますただ鈴木選手今回は警戒ですよボーマットからたかり合百100点ですよねコントロールに対してこの動きは、はい、さあ松本選手は一旦遅れて土地をセットしたということはこの土地は今引いたもしくはさっき引いた土地ですかねさあこのボーマットの貯金がたまっていくのはもうつらいですね さあこれを解決していいか聞きましたが、はい、ここは大丈夫とさああのボーマットは4ぐらいたまるとちょっと危険ですよねまあただ序盤に関してはまだまだ捨てられないと思うのでそういう意味でも序盤の打ち方は難しいですよねさあきちんと最強の123かかりやの黒マナも用意して123鎖回しとさあこのピン除去しか入っていないというのが松本選手のエスパーコントロール なのでこの動きは本当に王者感ありますよね、はい、これやった上でしかも後半もカード強いってどういうことですか <laughs> あの貯金も強いぞ貯金も強いぞと <laughs> さあこれ悩むのはどれを除去しようか悩んでるんですかね松本選手としてはそうですプッシュはありそうですね、はい、あこれはボーマットに行きましたねさあまずはボーマットを対処して4枚目の措置がないということで さあこうなると苦しいですね6点重くのしかかりますね一気に7ですだいはハンドに4マナのカードがたまっていますねさあ4ターン目はかりや万が一かりやが除去さったとしても墓地からすぐに帰ってこれる車のも用意してあるといやーこの圧倒的な展開そして手札に稲妻も控えてますかね稲妻のチェックも 控えてそうに見えました。もうかなり盤弱ですね。凄まじいですね。さあ、実質ラストターンに近くなってしまいましたが、松本選手どうする？また難しいですね。引いてまあ変身させるかアルゲルを変身させるか悩んでるんだと思いますが。なるほど。五だともう2匹通すと死にますからね。まずはこれでプッシュを引きたいんですかね。こうプッシュだと相当すごいですね。はい。まず5にして変身します。 ドローと地がない何枚引いてもないとターンを終了はいして攻撃とさあブラスカン侮辱はありますまずは原因しても1しか残らないですねこれは鈴木選手手札には火力が火力が大量に構えてそうな さあそしてここで火力2枚によって優勝は鈴木美選手になりましたおめでとうございますいやー赤単タッチ黒がすさまじいスピードで最いや周りらしいあらあい。